レスコードは白いスウェット上下に黒のダウンベスト、そしてシューズはない。シューズはない。俺もエアフォースは履いていこうと思ったんだけど今回やめました。これ今回俺のバッシュです。藤間さんで。どうも、りょつです。カットだぞ、全部レンタルだね。ちょっとだけ、恒例早くしろ早くしろ。ここから大阪に行きます。20時の飛行機で、大阪行って何するんですか。大阪行ってバスケします。バスケ、はいはい、サムシティ大阪のプレーオフのエキシビジョンで招待されて行ってきます。やめますか。一旦ちょっと飲もう一杯。缶にします。缶で缶切りしよう。OK です。最高だね。じゃあ、楽しみましょう。乾杯。乾杯。でもあそこの食堂で食べたって考えてると安いですね。美味しい。うまっ。これ繋がってないですか。ご準備をご用意なので待ちください。また機内にお持ち込みいただくお手荷物は2点で行っております。取ってもらった。取ってもらった。ご登場前までに2点にまとめていただきますようお願いいたします。広瀬さん、大阪にもいるんですか。広瀬さんね、どこに住んでるかわかんない。ジャンプして関空に行けると思うんですよ。行ける？行けるっす。じゃあ行くわ。行きますよ。ちょっと今飲んでる。行きますよ。ジャンプする。はい、ジャンプして多分関空に行きます。せーの。着いた。着きました。ここは。ここは。ここはどこだろうね。教えてください。お正月みたいですけど。お正月でした。ここどこか教えてください。ここ多分ね、大阪？いや、足立区。足立区。とりあえずどっか着いたみたいなんで、今からバスに乗って。バスまでじゃ飛ぶ？食べますか、そのチョコレート。あ、大丈夫。カメラマンは。カメラマン。いらない？カメラマン。欲しいっす。和歌山市方面は。ホテルに向かってます。社会主義のところにあるホテルでしょ。はい、あ、そうですそうです。うん、はい。横断歩道渡ってね。そうっすね、うん、社会主人渡ったとこ止めるから横断歩道渡ったら50メートル行くと左側はそうやから。ああ、ありがとうございます。これは一致でいけんから。そうっすよね、うん、はい、入りましたね。じゃあカメラに向かって喋ってくれるんですね。ちょうどご飯食べてる時でしょ、みんな。ああ、そうかもしれないですね。動画で言うと多分だいぶ序盤だと思う。あ、この辺か。いや、だからさっき今言ったから。あ、はい、さっき聞いたし、この辺じゃないの。それは探しに渡ったとこ、渡ったとこ右行ったらあるから右に行けないです、うん、はい、だからこれが行けんから車ない通だから。すいません。説明したでしょ。すいません、うん、そこ渡ったら止めますんで。あ、そこで、うん、これが一致やからね。 あっち側ってことですね。 OK です。分かりました。やっと理解できました。理解できた。はい、そこそこ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここは止めるから。ありがとうございます。渡って行ってちょうだい。はい、ありがとうございます。500円です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。めっちゃ怒られた。めっちゃ怒られてたっす。どうやって行けばいいのか分かんない。未だに分かんないよ。渡って行ってありがとうございました。よっしゃー。マイタユウキさんですね。どこ
本屋から200本屋じゃあすいません、館内のご案内させていただきます、はい、館内でご利用できる、あ、そうだ、じゃあ、また、また明日、また明日、朝ですよ。おはようございます。大阪あったかいっすね。あったかいね。線路できるようになった。一日の始まりの挨拶みたいな。質問しても、さっき言ったでしょって。だから、って言われてた。楽しかった。ほんならそれで、迎えに来てもらって、3回目でした。あ、わかる。いや、わざわざ、なんか動画回ってるやんて。いただきましたー。イエーイ。眠たいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、あ、そう、フォーマーステージで、大丈夫ですか、あと、ここら辺の一般のステージだから、うん、あんまり、そう、8時からは、うん、じゃあね、あのね、ハリーポッターの杖買った、あれ買った、それやった、それ悩む、じゃあ、ハリーポッターの中のことをついてった、うわ、苦しいよ。めっちゃハリーポッター、そう、シリウスブラックの杖だな。ダメだよ。またゲダブラ。大丈夫、復活した。多分普通にちょっと飲みすぎただけだ。食べるといい。気分が良くなるよ。ルーピー先生だ。チョコレートね。食べるといい。気分が良くなる。チョコレートだよ。遠かった、トガの新しい作戦なんで、俺の作戦、吐きたい、言っちゃう、言うか、いや俺の作戦言ったっけ、多分ツイッターは知らないです、3人しか知らない、俺は3人しか知らない、あ、ほんと、あの、あ、バンタン、バンタン、あ、もう、あの俺らの、あのやっぱりオールブルー、オールブルーに、やっぱオールブルーに笑いで勝つのは簡単じゃん、で、バスケで勝つのは難しい、でもそこは俺ら笑いもバスケも勝ったじゃん、では次タバスコにバスケで勝つのは いけるじゃん、でも笑いで勝つのは難しい、だからそこをどう勝つかだから、一発目俺がトップでもらった瞬間空中ボークするから、あ、やばい、これ持ったまま空中ボクして、ビビビビビビみたいな、そしたらみんなでその審判に向かって、いや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 、浮いてるやん、浮いてるやん、浮いてるやん、それそのバー行ってるのに、俺がなぜか抗議じゃなくて、そのスミさんとかに、あのよく言ってきてくれる、レブはレブプーみたいな、はい、やってみてみたいな、大手がなぜか隣で聞いてて、大手がめっちゃおもろい、めっちゃおもろい、それでもう持っていけるよこれ、でさ、一番の問題はやったし、やったのに何も取られない、結構さ、 お小遣い消しときますよこれやばい、マジで2万、これマジ上がるね、え、これプレゼント、え、これは入場の時に配りやる、 OK、 せーの、あ、お前もやる、あ、いいよ、おい、ポ
Let's go!
した作りを使ってスリーをドン。さあ、高野
全然 OK、 楽しんで楽しんで、カッシーさんとかでノーシーノーシー、はい、全部ほぼ3、4本3ってチェックして、はい、早く抜かれてもいいから、もうちょっともうちょい前、さあ、それでは今回のオフェンスで有利にメスでアドバンテージを取りましょう。集中しよう、はい、さあ、お前にはサブシロスが次の緊張してる、一番緊張バッチバッチ30分以上2ビリ、2ビリ、最初さあ、次のボールは SH 中センターの
ピックからトップで読んじゃん。そう、どうだ、そのままいけたら高い。あいつは、そう、テリバーさん、高いった時も追いかけ。 OKOKOK OK、ウェイウェイウェイ、メロンスリー、ワン、ツー、スリー、スリー、 SNG ボールね。Thank you.